You're currently watching Duckman Yoshi TV。 NBA 今シーズンここまでの感想。 What's going on guys? Duckman Yoshi です。本日アメリカはクリスマスということで、たった今ね、ボストンとラプターズの試合が終わって、まあ、これからどん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 一日中バスケの試合やってるんですけど、まあ、一応この時期は NBA シーズンの分岐点ということで、各チーム大体30試合ぐらい終えて、まあ、シーズン前の予想通りのチームもあれば、全然予想に反してここまで来てるチームもあります。ということで今回は NBA シーズンここまでの期間、特に際立ってるポイントを皆さんと一緒に見ていこうっていう企画でございます。でまずはウエストからで、現在ウエストの位置はレイカーズですね。このアンソニー・デイビスとレブロン・ジェームスのコンビ、まあ、シーズン前からすでに高評価だったんですけども、やはりいい感じですよね。チーム自体も今のところ好調で、ただ最近に限っては3連敗していて、ちょっとどうかなっていう感じではありますけど、今日ねクリッパーズとの試合でどういった活躍を見せてくれるのか、とても楽しみです。まあ、レブロン・ジェームスもアンソニー・デイビスもこのゲームが今シーズン一番大事な試合になってくると、それくらい気合が入ってますので、まあ、今日の試合の出来具合によっては本当にそのチームが今後ねトレードしていくかしないかっていうのも影響してくるかと思います。はい、じゃあ次はヒューストンロケッツ。ウェストブルックが加入してね、始まったばっかりの時はちょっと不安な感じだったんですけど、もうジェームズ・ハーデンが相変わらず平均約 38.6 ポイント、もう今日もね対戦相手がウォリアーズということで、何点取れるかっていうのも非常に気になるんですけど、少なくとも50点ぐらいは取りそうですよね。ウエストブルック自身も最近調子を上げてきており、この前のクリッパーズ戦なんかでも40得点取って、彼がこの調子を維持できるのなら、まあ、クリッパーズとレイカーズに強と言われてるウエストですが、ロケッツが脅威になることも十分に考えられると思います。で次はクリッパーズね。ここはなんといってもカワイ・レナードとポール・ジョージ、チームは今のところ22勝10敗とウエストの4位につけてます。ただカワイ・レナードも体の調子が万全ではないらしく、まあ、ロードマネージメントということで、まあ、連戦がある時には休養を取ってますね。ただもうクリッパーズの一番いいところはもうパターンが決まってるところですよね。もう最後にその試合で詰めに行くところで、レナード、ポール・ジョージ、パトリック・ビバリー、ハレル、ルー・ウィリアムス、この5人で最後クロージングに行くっていうパターンが決まってるので、まあ、そこはレイカーズに比べてすごくいいポイントだと思います。まあ、レイカーズはそこの部分がまだちょっと不確定なところはあるので、まあ、レブロンとアンソニー・デイビスのところは固まってるんでしょうけど、他の3人がね最近の試合見てるとまだ定まってないなって感じがするので、まあその部分はクリッパーズとてもいいと思います。はい、次はダラス・マーベリックス見ましょうか。現在19勝10敗でウエストの5位につけてます。まあ、このチームはなんといってもルカ選手ですよね。故障で最近出れてないんですけど、今週の木曜日から復帰予定とのことです。彼はね今のところ平均得点も 29.3 得点、 9.6 リバウンド、 8.9 アシストとえげつないスタッツを残してるんですけど、まあ、MVP の候補にも名前が上がるぐらいすごく今乗ってますよね。ダラスも最終的にクリッパーズとレイカーズの脅威になることは十分に考えられると思います。あとはカーメル・アンソニー選手が復帰したブレイザーズ、まあ、昨シーズンに比べると明らかに成績落ちてるんですけど、一応今のところギリギリの8位に入ってて、まあ、カーメル・アンソニー選手も復帰してからはすごく絶好調で、他のチームからはカーメル・アンソニーを取っておけばよかったっていう声もあるようです。であと予想外っていう意味ではウォリアーズ、昨シーズンファイナルで戦ったチームが今シーズンウエストの再開になることなんて誰も予想してなかったと思うんですけど、まあ、カリー、クレイ・トプソン、ケビン・デュラント、イグダーラってもう核の選手がいないから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、今シーズンは若手の育成に集中してほしいですね。あと予想を裏切ったって意味ではザイオンですかね。まあ、今のところ1回もプレイしておらず、明確な復帰プランも立ってないということで、もう今シーズン出ないんじゃないかなっていうもう噂もあるくらいですよね。まあ、中途半端に出しちゃうとなんか違うっていうことで、あのブレイク・グリフィンの時みたいにね、まあ、出すなら出すでちゃんとシーズンの開幕からも万全の状態で出すと、まあ、ただ彼はね今後ちゃんと体重をどうにかしないと、あれだけの運動能力があってジャンプが高いので、この怪我の問題は一生彼についていく問題だと思います。まあ、ウエストはこんなとこですかね。では次はイーストを見ていきましょうか。まあ、ここはなんて言ってもヤネス選手ですよね。まあ、マルクム選手がいなくなってどうなることかと思ったんですが、今のところヤネスは平均31得点、13リバウンドで 5.6 アシストと、去年 MVP を取ったシーズンを上回る成績を残していると。特に一番目立ってるところは、
スリーポイントの成功率が 34%、 12月に至っては 40% を超えてるそうです。まあ、バックスは彼の脇役としてブルック選手、クリス選手、エリック選手、まあ、あとはカイル・クーバー、ジョージ・ヒルといった外のシューターが安定した活躍をしていることでチームがとても機能している感じがします。27勝4敗、今のところイーストの1位です。次はマイアミヒート見ましょうか。まあ、このチームが自分の予想では NBA のファイナルに来ると思ってるんですが、ジミー・バトラーがねここに来てこんな活躍をするとは思ってませんでした。あとは新人のケンドリック・ナン選手、タイラー選手もいいですね。あとはデレック選手、アデバヨ選手、安定してますね。プラスなんといってもジミー・バトラーのクラッチぶりがあるので、このチームに関しては予想をいい意味でかなり裏切ってくれたので、最終的にかなりいい線いくんじゃないかと思ってます。はい、次はボストン・セルティックス。このチームの変化はなんといってもケンバ・ウォーカーですよね。まあ、彼がボストンの新しいエース、第一オプションとなってチームを牽引してますね。まあ、それプラスジェイソン・テイタム、ジェリー・ブラウン、マーカス・スマート、ゴードン・ヘイワード、まあその辺もいい活躍を見せており、まあ、このチームはなんといってもコーチも素晴らしいので、まあすごくいいと思うんですけど、まあ唯一欠けてるところといえばそのビッグマン、そのフィジカルなビッグマンがここに入ることによってもうほぼ完成されたチームになっていくと思うんですけど、まあこのトレード期間でねどういった動きをするかっていうのは非常に注目です。あとトロント・ラプターズ、まあ、ここはちょっとラプターズかわいそうですよね。まあカワイとダニー・グリーンがいなくなって、で最近もシアカム選手、マーク・ガソル選手もいなくなって、今日もボストンにボロ負けしました。まあこのトレード期間にね、まあ、大きなトレードを実行すると言っていたので、まあそのトレードが成功することによってイーストの脅威になることはまだ十分に考えられると思います。はい、次セブンティシクサーズ。まあ大きく変わった点はホーフォード選手が入った、まあ、ここがプラスなんですが、ジョエル・エンビードとベン・シモンズはまあ去年とあんまり変わってないなっていう印象です。シモンズがもっと外のシュートをね積極的に打って慣れていってくれたらちょっとチームが変わるんじゃないかなっていう思いはするんですけど、まあイーストのセカンドラウンド止まりかなっていう感じですかね、僕の予想では。じゃあ最後にブルックリンネッツ見ましょうか。まあこのチームもね、開幕投手は調子が悪くて、まあカイリー・アービンがいなくなった途端にチームは調子を取り戻し、まあ、スペンサー選手がね大活躍してね、まあ、チームを引っ張ってるんですけど、そのチームも7位に入ってて、すごくそのチームの感じもいいと思うんですけど、まあ、それだけにカイリー・アービンが戻ってきた時に、まあ、どういった編成にするのかっていうのは、まあ、すごく注意を払わないとまた壊れる可能性があるので、だからもう今の感じだとカイリーをシックスマンにするのもありなんじゃないかなと思ってるんですけど、スペンサーがこれだけ調子いいだけに、そしてこのチームに関していいニュースはチームが3月の時点でプレーオフに入ってそうならケビン・デュラントもチームに変わる可能性もあると、まあ可能性ですが、まあ、そういった報道もあるので、その部分は楽しみですよね。だから今の状態でカイリー・アービングとケビン・デュラントが加わって、もしケミストリーががっつり噛み合えばこのチームも十分にイーストの脅威になることはあり得ると思います。まあまあまあ自分にとって際立ってる部分はこんなところです。まあどっか見落としてる可能性もあるんですが、皆さんはシーズンここまで見てみてどう思いましたか？ぜひコメントしてください。